누군가를 좋아하면 밤에 잠이 오질 않고 ありがとうございます。はい、はい。インスタのストーリーで質問を募集したので、質問に答えていきたいと思います。大学の友達、楽しみに待ってますってる。ニキビがなくなる方法を知りたいです。あーもうこれはこちらで。でも高校の時ひどくてやってたのはなんかめっちゃ洗うってことをおっしゃってたのね、うんうんうん、高校の時。でも今思ったら逆にそれがダメだったなっていう。あーなるほど、うん、必要な油も全部落ちちゃう、うんうん、洗いすぎも良くない。洗いすぎ良くない。だからさ、うん、夜、うんうん、あと保湿じゃん。私は今使ってるのは白潤、うんうん、白潤、白潤か、あれだよね、青のやつだよね。そう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 、白潤を使い出してからなんかあれ成分がめっちゃしっとりしてるから保湿が結構良きです。なるほど、うん、
自分がやってるスキンケアはいつも紹介してるあのナンバーズインの5番の化粧水を使い始めてから変わった。うわ、あとビタミンの薬を飲むこと。うん、飲んでるね。それは皮膚科でもらいました。で今混ぜちゃいけない成分とかもあるから、美容とかそう。でもそんなスキンケア買えないけど。確かに、うん、買えた。あ、そう、キュレルも良かった。あ、ちなみに資生肌一緒。え、テカテカや。テカテカじゃない。気分が下がってる時は何しますか。気分が下がっちゃったら一旦私はとことん下がる。落ちるところまで落ちる。音楽を聴いて、うん、もう喋る、とにかく。あーね、そう、気分が下がること。最近はそんなない。おいくつですか。21。一緒です。ないだし。 GU やユニクロでもお洋服買えますか。ユニクロです。私はでも靴、この靴 GU です。最近の一軍コスメ P のアイシャドウ、シピシピのクッションファンデ。大学は週に何回くらい行ってますか。週4です。4。でもすごいね、こうやって送ってくれる。うん、ありがたい、ね、本当にすごい。はい、友達、好きな食べ物は何ですか。あ、お寿司。お寿司でね。お寿司好き。お寿司、うん、あとアサイが好き。うん、うん、MBTI 知りたいです。せーの、 ISFJ。 一緒です。一緒になった。変わっちゃったな。身長何センチですか。160です。一緒なんだよね。誤差なんだよね。そう、誤差みたいな。そうそう。買ってよかったものは何ですか最近。あ、ティーナのバッグ。おー、あ、じゃあシャロームのバッグ。あー、うんうんうん、と、いいじゃん、いいじゃん。あと、このえ、ミスちゃって。ブースの、やば、ちょっと向けて。シールブックみたいなやつです。韓国で買いました。最近さくらんぼつけた。食べよっか、とりあえず。これ開けよっか。あ、ごめん、間違えた。おすすめのリップ教えてください。今日持ってきたリップ。私は2本。じゃあ先紹介、うん、ペリペラの26と、こっちもペリペラの12番、ペラカの108番。ホーム画面とロック画面見たいです。ロック画面だけ見せます。一回一回変わるやつ。そうだよね、うん、のいいところだったよ。おー、私のモチベを上げてくれる。嬉しい。そういうことここでしか言わないんだから。あんた、なんかね、結構言葉に救われてる。マジで。うん、え、心同体。本当にそうだと思う。初めてかも、こんな。え、分かる。なんか大学でできると思ってなかったから。ああ、ここまでね。うんうんうん。